で、一番初心者向けのキーワードっていうのがあって、これ物販やってると当たり前なんですけど、こういう魔法のキーワードがあってです。これ未使用で、使ってないやつなんですけど、これ最初のうちだけは使っていいです。上級者になってきたらこの未使用っていう言葉から脱却してほしいんですけど、とっかかりをこれ使っていいです。で、試しにヤフオクで未使用ちょっと入れてみてもらいます。そうするとめっちゃ出てきますよね。100万飛び27,000件ぐらい出てきてると思うんですけど、未使用っていう、ワードを含んだ商品が100万件ぐらい出品されてるんで、100万件の中から今日これどれぐらいですか、20人ぐらいになって、100万件未使用品があるんで、その中で20人を食わしていくものくらいは確実にあるよっていうのが言いたいんですけど、ここにこういう未使用のやつを狙っていきます。一緒にやりましょう。で、何でもいいんですけど、なんか気になったの、例えば、ちょっといいの出します。未使用って検索した結果、こういう商品が出てきたと。で、この型番とかあると思うんですけど、エクステリア X コンパクト SO-02J とかあると思うんですけど、ここの、品名のところをちょっとスマホの人やりづらいと思うんですけど、コピーしてもらって、モノレートの検索窓に入れてください。ついてこれてない方いないですか？大丈夫ですか？大丈夫ですね。で、今、ヤフオクの方が、3万円、税込み3万2200円で、モノレートの方を見ると分かる通り、4万9000円ですかね。で、売られてますよ。最安値の税金が48,520円になって、価格も安定してますし、ランキングもジグザグしてるんで、買っても全く問題ない商品なんですけど、これだったら、買っても、ほぼほぼ売れるよねっていう形になります。
でその時の注意点なんですけど、きちんと新品かどうかっていうのをヤフオクの出品ページの方から、まあ、確認していただいて、まあ、使ってないよっていうのが新品の状態であるっていうのが、まあ、分かれば新品でひとまず出しちゃって問題ないと思います。で、さっき言った、まあ、ヤフオク検索して、まあ、モノレールで、まあ、問題ないってなったら、まあ、残り時間の横とかに、まあ、ウォッチってあるんですけど、まあ、これで貯めとくって感じで、まあ、入札する時間というかこのオークションが終わる時間ギリギリになるので、まあ、貯めとくんですけど、まあ、でウォッチここまでで、まあ、一つの、まあ、一連になるんです。で大体これウォッチリストってさっきウォッチすると、まあ、ウォッチリストしか一覧がバーって出せるんですけど、これが常に100件ぐらいあるといい感じです。余ってるとこれいい感じです。はい、てもらいたいいですよ。で実際にちょっとヤフオクで、まあ、未使用って入れて、まあ、型番検索して、まあ、このウォッチリストに入れる場合の流れ、これをちょっと今やってもらいたいんですけど、いいですか、ね、どのぐらいだろう、まあ、10分ぐらい、この時計で、50分までですかね、まあ、ちょっとやってみてください。ちょっと回るんで、なんか聞きたいことある人は聞いていただいて、さっきのモノレとドコモのエクスペリアの説明をするんですけど、まあ、ウォッチリストに入れたら、まあ、次のステップとしてはそれを、まあ、落札したい、ただいくらで買えばいいのって分かんないと思うんですけど、その計算方法を説明します。で、モノレートの、ですね、新品の値段が書いてある下らへんに商品説明、価格比較、フリマ、FBA 料金、レビューって書いてあるところがあるんですけど、分かります？ちょっと近くの先生というか、分かる人もし、分かんない人いたら、ちょっと待って、大丈夫ですか？で、大丈夫ですか？大丈夫じゃない人、手を挙げてください。あ、ちょっと、青木さん。モノレートを開いて、はい、から、モノレート開いて、まあ新品の価格がなんかいくらとか書いてあって、でこの辺にこうちょっとタブみたいな、ここら辺に FBA あとは大丈夫ですか？ちょっと分かりづらいですかね。なんか検索した後ってことですか？ああ、そうです。さっきの、じゃあもう一回送りますね。これで説明します。大丈夫ですか？で、開いたら、一回モノレートのページに戻っていただいて、ランキング、商品名が書いてあって、ランキング、まあ、なんかホーム&キッチン書いてあるんで、これ衛星コードって言うんですけど、なんか大体 B から始まる、なんかこんなようなやつ、わかりますか？衛星コード、これをちょっとコピーしておいてください。わかります？大丈夫ですか？あ、コピーの仕方です。で、この衛星コードを先ほどのFBA 料金シミュレーターの検索窓に入力して検索、
マンド、あ、Mac はコマンド C。コマンド V で。こんな感じです。これが49,000円です。ここが。で、この利益なんですけど、これ目安としては、売価の大体 20% を目安にしてください。で、この総量っていうのは、ヤフオクで買ったときに、ヤフオクの出品者から自分の家に自宅に届くまでの送料なんで、ヤフオクの方のページに載ってます。じゃ仮に、これは、本州、これ800円って書いてある感じで、800円です。
これちょっと計算できる人います？小木さんちょっと計算してもらえますか？利益。あ、この入札額出してもらってます。あ、まあこれここでもこれ、あ、じゃあこれ出してください。だいたい1万円です、ね。リストに入れる。で、入れたら、この金額を計算して、まあ、実際に入札を入れていく形の流れになります。ここまでで大丈夫ですか？なんか質問とかいいですか？大丈夫ですか？なんでちょっとさっき、各々のウォッチリストに、ちょっとスマホの方は入れられない。あ、アカウントがない人入れられないです。で、さっきちょっとウォッチリストに入れたと思うんですけど、これ実際にちょっとやってみてもらっていいですか？5分くらい。いいですか？はい。いくら前だったら、入札やっていいのかっていうのはちょっと計算してみてください。